カツオ城は、佐賀県鳥栖市河内町に存在した山城。本城のカツオ城、鬼ヶ城、高鳥城、クズ城、京城、若山祭等の市場群と当時の館跡、家臣団屋敷跡、寺社跡、町跡で構成されたエリアは、カツオ城筑子史跡として、国の史跡に指定されている。鳥栖市の標高501.3メートルの城山山頂に位置する。 安浦川とその支流の安ヶ谷谷川の谷に挟まれた要害だった。市場に鏡城、くずろう城、高取城がある。大泳30年に渋川義利氏が勝尾城を築いたと、非前国史にあるが、歴代鎮税要略では、遠徳3年に渋川義元が築いたとされる。東城は、九州の南北、東西の交通の十字路にあたるため、長く、 渋川市と小西市との争いの舞台となった。やがて小西市は大内市の参加に入って助力を得て、永正18年には小西一族の畜氏万文が登場の上司となっている。天正14年、南九州を接見した島津市が畜全国への進行を開始した。その前々年に畜氏市は島津市と連携していたにもかかわらず、 島津市進行の直前になって、大友氏へと降ったため、地区前国の要所である、勝尾城は、島津軍の格好の標的となった。勝尾城は、島津忠長の攻撃を受けて、同年7月6日に、麓の総構えが破られ、7月11日に、落城する。城主の畜紫広角は降伏して、筑後の大前寺に一時遊兵されるが、同年8月に挙兵して、 勝尾城を奪還した。戦後、豊臣秀吉によって、筑後国阿賀津郡軍に1万8000国の所領を与えられたため、勝尾城は廃城となった。平成元年度の都市教育委員会の補助整備事業に伴う発掘調査によって、戦国時代の町や跡が発見され、平成7年度から16年度にかけて遺跡確認調査を実施。その結果、勝尾城や、 周辺の市場や、城主の館跡、寺社跡、空堀、石垣等がほぼ当時のままの状態で残存していることが判明した。それらの調査結果を踏まえ、平成18年に国の史跡に指定された。勝尾城は標高501.3メートルの城山山頂に位置し、移行の規模は東山約400メートル、南北約600メートルの領域に及ぶ。 山頂部を四角とし、それを中心に、上域全体に、石垣が構築されており、特に東側のつて、二の丸跡には、連続する小規模な石材を積み上げた登り石垣と、内間姿の孤高が築かれている。また、安浦川とその支流のあずま屋川と周辺の山を利用して、八つ部に、家臣団屋敷や寺社、町屋等の城下町を作り、 それぞれを区分するように、長大な空堀と土塁で仕切り、総構えの備えとした。また、周囲の山には城や鳥を築いてその両線を、防衛ラインとしている。これらの構造は、一条、谷浅倉市遺跡と同様なもので、国の史跡指定にあたっても、その重要性を考慮された。そして遺跡として指定された面積も、一条、 谷浅倉市遺跡に匹敵する大きさとなっている。発掘調査によって、輸入陶磁器、国内産陶器、河原機、端機、河原、中国船等の遺物が多量に出土している。近隣には、畜子ハルモンや川上砂業の墓所が存在している。カツオ城畜子遺跡都市 HP、ありがとうございます。